はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハツです。今から FGO 初心者講座やっていきたいと思います。俺が勝手に初心者講座って言ってるだけで、本当にまあ初心者があんまりわからないよっていう時にね、参考になればいいなと思ってやっていきたいと思います。ようこそダヴィンチちゃんの今日からぼえ。ダヴィンチちゃん、今日ものんびり早く喋ってほしいな。よし、ということで、まあいろいろここのところであるんですが、まあまずヘルプから確認しましょう。まあここのやつでいろいろ全部あるんですけど、フリックするとスクロールすることができます。あ、これは関係ないか。サーバント強化は、まあサーバントを強化する。サーバントのスキル強化はサーバントスキルを強化。概念レースを強化&進化っていうのはあれだね、いろいろ、まあ強化と進化ができる。で、霊気再臨、これが進化ですね。まあここら辺も後々ちゃんと説明していきたいと思います。で、サーバント宝具強化と、聖杯な天輪かなだけだね。じゃあまず、サーバント強化から説明していきたいと思います。まあサーバント強化っていうのは、まあその名の通り、なんか好きなサーバント、あ、まあちょっとね、育てはしないんだけど、レベルが足りてないやつとかいたっけ。まあ簡単に言ったら、このサーバント強化でゲオルギウスってやつを育てたいってなった時に、優秀順かな、ここのやつを選んでいくと、この分このやつを火種を混ぜるとこれだけ強化されますよみたいな感じですね。で、一応今回オールのやつがあるから説明できるんですけど、まあ同じ種族、まあセイバーはセイバーの火種を食べさせると経験値が 1.5 倍だったっけ、何倍だったっけ、2万7000で3万2000、多分 1.2 倍ぐらいかな。うん、多分それぐらいな気がする。うん、まあ 1.2 倍かそれぐらいになるんで、まあアーチャー、まあ今回全然火種ないんですけど、アーチャーを育てたいと思ったら、アーチャーの火種を多く混ぜることにより、その育成火種を少なくすることができるっていうのですね。で、オールっていうのはまあもちろん何に関しても 1.2 倍かなんかそれぐらいします。これバーサーカーで見た方が良かったかな。いや、バーサーカーで育ててないやつって言ったっけ。あ、呂布さんがいるわ。これでまあこっちだった場合32,400、バーサーカーも32,400だけど、キャスターとかあれアーチャーのんだと27,000と、まあちょっと下がる。だから基本ね、同種族のやつでやっていった方がいいかな、育成は。まあそういうのもぶっちゃけめんどくさいっていうのは、普通にめんどくさいっていう人はね、別にアーチャーのやつ全部一気に混ぜるっていうのも OK です。まあ基本毎週というか、そのアーチャーを育てたいって思ってる時に、その火種のやつがランサーとかな、あ、ランサーとかの場合があるんで、まあそこら辺はまあ一応曜日をちゃんとね見ながらやっていければいいなと、いけたら多分いいと思います。で、サーバントのやつはね、一応20個まで選択することは可能です。で、まあ20個までやって、サーバントのやつでどうしようかな。まあ一応バーサーカーのやつ1個食わせようか。まあそう簡単に来ないと思うけど、ちょっと重いね、ごめんね。この、成功ってやつがあるんですが、もう一つ、成功の次、大成功、成功の一つ上、大成功で、極大成功ってやつがあるんですが、大成功で2倍、極大成功で3倍の火種分になるって思ってくれたら簡単かな。だから10万の経験値与えて成功させると10万、大成功だったら20万、極大成功だ、あれ極大かな、極大成功だと思うんだけど、したら、30万の経験値が入ります。だからそこら辺で一応ね、調整していけたらいいなと、調整していけたらというか、考えながらやっていくと、うまくいけば効率よく育成することができると。で、サーバントのスキル強化ですね。これはね、まあほんとね、ちょっとレベルがね、ちょっと初めの初心者、ライト層っていうか、まあ始めたばっかっていう人は、まあぶっちゃけ見なくていいです、ここは。このスキルのやつ、まあ、星4が当たり、まあ、確定で最近のやつ当たるようになってるはずなんだけど、こういうキャスターのね、
キャスターだった場合、この青い色のやつ、違うやつだったら、赤色のやつ、ここら辺は黄色のやつとかいろいろあるんで、まあ青、赤、黄の順に、あ、まあ育成のスキル上げのやつが上がっていくんですが、まあこっちので見た通り、その石がね使われなくなっていったら、なんかこんな感じに素材を取られるんで、どちらかというと始めたばっかの人はスキル上げをせずに育成頑張って霊気再臨する、サーバント進化させていくっていうのがおすすめです。で、あともう一つ、俺がちょっとやめといた方がいいって言ってるの理由は、これですね、桁を見たらわかるんですが、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、このスキルを、まあ素材ないからできないんですけど、上げるには1200万必要なんですね。1200万って初めらへんだったらね、一応 QP とかいっぱいね、確かもらえるから余裕でしょって思うかもしれないんですけど、まあこのやつをね、星5サーバントですね、まあこの上っ側のやつでレベル順で90になってるやつなんですけど、を1からね、10まで最大まで上げるとすると、約、お金がですね、ちゃんとちょっと調べてきます。はい、ちょっと正確なやつは覚えてないんでちょっと調べてきたんですが、まず、レアリティ順で一応5からやってるんですが、このスキルですね、今これ完全的に1なんですけど、それをね、もしこう、スキルレベル10まで上げようって考えたら、どれぐらいかかるのかっていうのというのは、一つのスキルで、合計5440万 QP が必要となります。ということは、まあ、3つやると1億6320万の QP が必要と。まあこれはね、まあこっち下っ側のやつ、俺の今所持 QP なんですけど、今3億6700万持ってるんですが、まあね、溶けると、すごい勢いで溶けていく。だってもう星5サーバントをね、俺が2体スキル上げしたらもう QP が800万になってるみたいな感じで、まあ FGO をねやってるので、結構ね辛いところの一つだね、スキル上げ QP が非常に必要っていう。あとね、まあレベルが上がっていくごとに、こういう素材のやつとかも必要数とかが増えていくんで、素材がないとちょっとやりにくい、霊気再臨の方をした方が効率がいいっていう、スキル上げ一つ上げるよりも霊気再臨した方が強力になる、レベルも上がるしね、上限も。だからまあスキル上げはまあ初心者はあれかなって感じかな、あんまり初めは考えないでいいかなと思います。で、星のサーバントですねの場合、どれぐらい必要なのかって言いますと、一つのスキルで、2720万ぐらい、2720万かかるんで、3つだと、8160万かかるので、まあこれはちょっとね星 5よりは少ないんですけど、まあこれでもまあ8000万ぐらい、約1億近く使っちゃうと。で、まあ基本ほとんどの人がホッサンサーバントっていうのを使うと思うんですが、ホッサンサーバントはどれぐらい使うのかっていうと、一つの、スキルレベル10にするのは、1360万かかるので、まあまあ3つだと4080万だね。まあこう言っていたらね、わかると思うんですが、この星2のやつかな、星になった、まあ一応説明、最後まで説明しよう。星2サーバント、ここら辺かな、星2サーバントは、一つのやつが、544万 QP 必要なんで、3つだと1632万。で、星1サーバントになると、一番楽というか、楽か。星1サーバントになると、272万で、合計816万3つで。ってなるんですが、まあ、基本倍々になっていってます。星1のスキル上げ816万かな、816万の2倍した分、星サーバント、星2サーバントの QP が必要。なんか自分で言ってても分かんなくなった。だから星2サーバントのスキルを強化したいんだったら、全部強化するって思うんだったら、あれだね、星1サーバントの2倍の量の QP を取らなければ、上げなければいけない。逆にホッサンサーバントのスキルを上げたかったら、星2サーバントのスキル3つ分のやつを
3つ分のやつかける2倍の料金がかかると。で、星のサーバントだと星3の、星3サーバントかける2倍の料金で、星5だと星4の料金のかける2倍の料金が来るという感じでございます。なのでまあ基本ね、初めらへんはスキルはあんまり気にしないで気にしないでいいんじゃないかと思います。そろそろクエストに戻る。あ、だ、じゃあ先があれだ、霊気の再臨の方やっていこう。で次、霊気再臨なんですが、まあ俺基本大体全員してるんだけど、まあできたキャラもいるんだけどね。まあ霊気再臨ってどんなのっていうのは今ピックアップ来てるんですよ。アルトリア、ペンドラゴン、オルタ、これをレベル70まで上げてから、強化すると、レベル70、今レベルのやつが最大限なんですが、それが80まで上がるってことは、まあそのどう言えばいいんだろうな、60から70上げて70までから80まで育成できるから、その分強くなる。だからどちらかというと素材、こっちでも素材使うんだけど、まあこっちの方がおすすめ。スキル1個強化するんだったら、こっち側の霊気再臨を一つでも多くして強化していく、やった方が、HP レベルも上がるし、 HP レベルというか HP も上がるし、アタックも上がるって感じですね。なんかここら辺説明ちょっとややこしいから、ちょっと編集に任せよう。で、霊気再臨っていうのは合計、4段階あります。で、下からね、まず1段階目は、モニュメントが必要です。この銀色ね、大体ほとんどモニュメント。まあ、アベンジャーとかね、ちょっと特殊クラスだと、そのモニュメントは使わないかもしれない。で、第2段階ですね。第2再臨になったら、この、銀のモニュメントプラス何かの素材。これだったら、ま、骨って言うんだけど、胸骨って言うんだけど、その、何らかしらの素材を使うことになる。で、その、まあ、ちょっと霊気再臨3のやつ、2のやつがいないんだけど、まあ、ここかの、金のやつ使ってると思うんですが、霊気3のやつの状態でも、この金のモニュメントとこの素材を使います。で第4段階だから最終再臨だねになると、この金のモニュメントとまた素材が、まあ上乗せされるって感じかな。まあやっぱレベルが上がっていくごとに、その素材っていうのは必要数は上がっていきます。だからここでは一応霊気最終再臨だったら7個だけど、その1個前の再臨だったら4枚とか、そういう感じですね。だからまあ基本上に進化させていくごとに素材はやっぱきつくなっていく。それはまあどのゲームでも一緒だと思うんだけど、まあそのやつをね、素材とかを確認しなきゃいけないから、俺はどちらかというとこのサーバントスキル上げは初めの方は絶対やらない方がいいと思う。スキル上げやらずに霊気再臨して強化していくっていうのがおすすめかなと思います。よし、で次、概念強化ですね。概念強化って何なのっていうのがあると思うんですが、まあ、概念強化っていうのは、まあ、その名の通り、そのガチャ回したら霊装ってやつがゲットできるんですが、下側にあるかな。あ、オッケーオッケー、このやつがあるわ。ついでに進化のやつもできるね。あると思うんですが、これに普通に混ぜるだけで、この限界突破って書いてるんですが、この限界突破が、進化でございます。でまあ普通にここ側のやつわかるかな、ここの下側のスターのやつ、こっち側ないんだけど、こっち側で星1から20のやつが30まで強化される。でまあ4個まで上げることができ、4段階だから、そのやつ同じカード5枚当てたら、どう言えばいいんだろうな、この星3のやつだった場合、俺星3のやつ持ってないか、あ違う、持ってるんだけど、ちょっと強化しておくか。あっ、あった、星3のやつあった場合、基本レベル60になって、星4連装はあったっけな、あ星4連装なんですけど、これは。80になって、星5連装でも変わんなかったっけ？星5連装だったら、あ、
星5連装だったらレベル100になります。で、あの、まあ、見方としてはね、あの、ここかの、あ、上側にあると思うんですが、ここのところのやつで星の数で数えます。概念の数とか、まあ、サーバントの数は、サーバントはね、とにかく枠が金だったら星4以上って感じかな。で、まあ、概念のやつで、あの、一応注意というよりね、あの、それだったら同じのを重ねたらいいのっていうのがあるんですけど、まあ、このカレイドスコープ、あれ、なんか出ないよ、なんかバグってカレイドスコープ出ないですけど説明したいのに出ないんだけど、このなんか、まあどう言えばいいんだろうな、簡単に言ったら、その使ってて、あのディセマラとか、あの優秀な星5霊装ってやったら調べると、あ、調べたら出ると思うんですけど、こういうやつは基本そのまま5枚、もしくは6枚ぐらい当たるまでストックしておくっていうのが、まあ基本っちゃ基本かな。まあ理由としてはね、あの、ここのやつあるんですけど、あれだね、あの最大解放って書いてるんですけど、同じカードを5枚集めると、だから4回進化させると、限界突破かさせると、このパーセントゲージがねアップするんですね。というか能力がちょっと強化される。ちょっと待って、どっかになんかなかったっけな、多分あったらちょっと説明しやすいんだけど、あったっけな、作ってなかったっけな、あ、ちょっと待ってね、閉じ前修繕で見ればいいんだ。で、あ、これが、これで分かりやすいわ。これ星5霊装なんですけど、もう一つの結末。アーツを 15% アップして、クリティカルアップを 25%。で、最大解放って書いてるんですが、これの元、幻突していなかったら、戻りすぎ。幻突解放していなければ、反応してくれない。10% と 20% ってなっております。で、あの普通に1個やったらなんか 1% とか 2% 増えるんじゃないのっていうのではありません。あのこのやつを全部4枚、だからそのカード含む5枚当てて全部入れたら限界突破して、あの能力が上がるって感じですね。だから、あの基本ね、まあ星5霊装とかいうのはよっぽど被ってない限り2枚は置いとくみたいながいいと思います。で、カレイドスコープと、さっきは俺がなんかこのやつかな、このカレイドスコープってやつと、この2030年、のかけらっていうんですが、このやつが当たった場合、まあ絶対残しといてください。あの4枚まで残しといていいと思う。で、5枚目当たってからはまあ合成してっていいかもしれないけど、カレイドスコープはまあ5枚あった方が絶対いい。6枚目から合成していくかな。で、2030年は5枚目ぐらいから、あれかな、混ぜていくって感じかな。まあ理由としてはね、本当にこの2つはね、星5霊装の中でも、トップレベルに強い、あの、霊装なんで、まあ残せんだったら残せるだけ残しといた方がいい。で、あの、こっち側のカレイドスコープってやつは、あの、周回とかで一応使えるようになるんで、まあ後々、あのちょっと初心者からあのライト層になって、まあ上級者かな、でなんかちょっと周回頑張れるようになってきたってなった時に、カレイドスコープが5枚とか意味わからない数あったら、もう簡単に周回することができるので、おすすめでございます。よし、概念のやつはここで終わりと。次、サーバント宝具強化ですね。サーバント宝具強化っていうのは、まああのサーバントやつなんですけど、まあですね、多分どっかにレベル順で見たらわかるんですけど、このなんかあの宝具2とか宝具5とかいろいろなってるんですが、あ、これがな、このやつにまあ混ぜないんですけど、このやつを混ぜると宝具レベルが上がるみたいな、上がるみたいなやつなんですけど、まあ基本ね、
かぶりっていうのはできないんですよ、 FGO。 同じキャラを2体だから、この下側のやつで言うと、まあこのキャラクター、あ、どうしよう、一応まあ誰でもいいんだけど、まあこのキャラクターを2枚並べて使おうっていうことをやることはできないんですよ。で、代わりに、宝具強化ってやつがあるんですけど、この宝具強化って意味あるのっていうのが疑問だと思うんですが、めちゃくちゃあります。宝具レベル1、シャッカーに多分あると思うんですけど、まあ、ここの宝具レベル1とか3とかいろいろなってるんですけど、宝具レベル1と宝具レベル5の違いってどれぐらいなのっていうと、もう見たらわかるぐらいのレベルで違います。単体宝具とか全体宝具とかあるんですけど、全体宝具だったら全体の攻撃を1万ぐらい上がってるとか、宝具1だった場合3万与えるのが宝具5だと4万与えるとか、そんな感じになったりとかして、まあ、結構ね、わかります見たら。で、あと宝具なんですけど、まあ宝具1だと NP が 100% まで貯めれないんですが、宝具2、宝具レベル2から4は、NP を 200% まで貯めることができます。で、そこで、宝具を放つと、まあ 200% 分だから威力がいつもより大きい感じになります。で、宝具レベル5、まあほとんど星3サーバントとかがなるんだけど、もう 300% まで貯めると、めちゃくちゃ強いです。ただわざわざそこまで貯めるっていうよりは、なんかちょっと100ぐらいで、あ、もうちょっといけそうだなってなった時に200ぐらいまで貯めるって感じかな。300まではあんまり貯めはしないかな、どちらかというと、うん、あんま貯めないかな、気持ちって感じですね。まあ宝具のやつ、チェインってやつがあるんですけど、宝具チェイン、まあそのやつは戦闘シーンの方で説明していきたいと思いますんで、今回は割愛させてもらいます。まあ基本当たったサーバント、だから星3サーバント何でもいいんだけど、星3、星4、星5なんですけど、当たったサーバントは基本宝具強化で、まあ5体以上増えちゃったら、あ、宝具強化できないよって状態になったら、もう仕方なしに打っていくっていう感じになります。で、次、これですね、聖杯天理かな。で、サーバントレベル上限を突破させますって書いてるんですが、まあサーバントのやつがレベル、星3だったらレベル70、星4だったらレベル80、星5だったらレベル90っていう感じに上限が決まってるんですが、これをね使うことによってレベル90からレベル90に、星5だったら星5サーバントというか、あれな、レベル90から100にするのには聖杯が5個必要です。で、多分聖杯星4のやつを何本だったっけ、100にしたいと思ったら多分7個ぐらい必要なのかな。ちょっとそこら辺ちょっと覚えてないから、ちょっと調べてこよう。調べてまいりました。まず星5サーバントは1つの聖杯でレベルが2ずつアップしていきます。まあ、90から100のはレベル2 1個使ったら上がっていきます。で、下っ側の QP を見たらわかるんですけど、合計ね、どれぐらいだったっけね、多分ね、5000万とかそれぐらい必要なんで、結構な料金がかかります。で、星4サーバント、80から90にするんだったら聖杯は2つ。ただ、90から100にするのは5個。だから合計7個必要となります。で、星3サーバントは、さっきのやつを70から90にするまでで、聖杯が4個、そして、90から100にするまでで5個、合計9個のサーバントじゃない聖杯が必要で、星にも、あれだね、合計6個プラス5個で11個の聖杯が必要で、星1はね、聖杯1つでレベル10アップって書いてる、ここのところでは。だから多分あ、違うわ、ごめん、星2、星1だったら、聖杯は10個です。両方とも。で、星5だった場合5個。星5だった場合5個。星4だった場合7個。星3だった場合、9個の聖杯が必要となります。だからね、まあ聖杯っていうのはね、最近あんまり配布とかされてないんで、まあ本当にね、使うサーバントとか、そういうのにやった方がいいと思います。で、俺はね、まあ生放送とかいろいろね、
あの動画とかで、まあ動画では言ってないけど生放送の時言ってるんですけど、まあ基本聖杯は愛で使うものなんで、効率を求めちゃ俺はダメだと思うんです。まあここはちょっと持論なんだけど、まああの聖杯の効率のいい強化の使い方というか、使い方はどうなんですかって聞かれると、まあ簡単に言ったらこのホッサンサーバントをレベル90にする、だから4個聖杯を使うっていうのが一番効率いいです。で、あのこっち側の星2とかね、そういうのをレベル90とかにするっていうのが効率はめちゃくちゃいいです。だがしかしバッツ、それはちょっと俺はダメだと思う。 FGO 自体はもともとキャラゲーみたいなもんだからね。まあどちらかっていうとね、まあ本当に自分が当たって思い出のあるキャラクターをね、俺はレベル100にしてほしいなと思います。まあ、まあ効率を考えるんだったら星3サーバントとかに使うのが安定です。でまあ星5に、まあ俺は星5と星4に聖杯使ってるんですが、まあ基本あんまり星5には使わない方が効率的に考えたらいい。あんまり強化っていうの捨て幅があんま変わらないっていうのもあるんだけど、そういうのもあるし、星4も、まあ、星4もなんか90で止めるっていうのがまあ効率はいいのかな。100にするっていうのが基本効率がちょっと悪いんだよね、聖杯っていうのは。ただね、俺はもうそういうのは関係なしでこのサーバントが好きだっていう、まあいろいろ150体ぐらいサーバント多分いると思うんですが、好きだっていうサーバントを見つけてそのやつをね、あの強化していくっていうのを、レベル100にまでするっていうのが俺にとってはいい聖杯の使い方なんじゃないかなと思います。まあこれは持論です。効率よく考えたいんだったら星3とか星4とかを、星1星2星3星4をレベル90、まあ、星1星2星3だったらレベル80ぐらいまでするのが効率がいいです。レベル100にするのは効率は悪いです。だがしかし愛っていうことを考えて俺はレベル100にしてほしい。それはぶっちゃけ自分の願いというか願望です。ということで、サーバント強化のやつ一応説明してきたんですが、あれだね、概念の時に言ってなかったんだけど概念強化の時でも、大成功、極大成功があるんで、概念強化で言うの忘れてたわ。基本レベル80なんて無理です。うん、諦めよう、無理、めっちゃ時間かかる、あとお金がいっぱいかかるっていうので、まあ、基本概念連想のレベル上げっていうのは20ぐらいまでやっとけばいいんじゃないかなみたいな。あとはなんかちょっとフレンドガチャ回してちょっと余っちゃったからちょっとそれ混ぜよっかなみたいなぐらいしてやるしかないかな。まあ俺はね、このレベル順で見たらやつがわかるんですけど、これ全部配布なんですよね、レベル80ってなってるやつは。で俺最高でもレベル41なんですけど、このここまで行くのにめっちゃお金かかるんですよ。あ、まあまだかかりはしないけど、お金もかかるし、経験値効率とかいろいろやってると、まあ結構な度合いで時間がかかったりするんで、まあ基本レベル20までは頑張ろうかなっていう感じの方がいいと思います。ということで、サーバント強化編、強化説明編でしたが、結構頑張った気がするから、まあ一応ここで終わろう。で次回はね、多分おすすめの星3星2星1サーバントを紹介できたらいいなと思います。で一応動画として長くなりすぎてたら、セイバー、ランサー、アーチャーとかまあ分かれてるんだけど、そこら辺で分けて説明していけたらいいなと思います。ということで今回はここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も頑張っていきたいと、頑張ってというより FGO 初心者講座やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック、再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。